こんにちは、ミーツスタッフの木下です。今日もですね、ミーツのおすすめアイテムを一つご紹介したいなと思います。今日はですね、こちらのスウェットパーカーですね、今シーズンミーツの、キーアイテムの一つとしても、挙げられます、パーカーですねの中の一つをご紹介したいなと思います。はい、今日ご紹介するのがこちらのトム・キリオンのスウェットパーカーになります。プリントのスウェットパーカーになるんですが、その中から2種類ですね、プリントを選んで、セレクトしております。トム・キリオン、ブランドネームに、アーティストの名前がそのまま冠されているんですが、トム・キリオンというアーティストが描いたプリントになります。トム・キリオンはですね、アメリカのウッドカービングアーティスト、木版画ですねのアーティストになりまして、1970年代から活動している、アメリカでも有数のアーティストになります。ウッドカービング、日本的な、木版画という技術を使って、カリフォルニアの自然だったり、ランドスケープをこういったアートに落とし込むアーティストになります。トム・キリオン自身はですね、葛飾北斎だったり歌川広重といった日本の版画のアーティストからイメージを、インスピレーションを受けたアーティストになりまして、日本の伝統技術である木版画とヨーロッパの手動で行う印刷技術を兼ね合わせて、こういったプリントを、アートワークを作っているアーティストになります。こちらの、アートワークですね、日本的な、さっきも言ったように木版画の日本的な要素と、ヨーロッパ、アメリカのランドスケープになるんですが、そういったアメリカの風景をこういったアートに落とし込むというところで、他にはないですね、魅力的な独特の雰囲気、和洋折衷のようなこういった独特の雰囲気があるプリントになります。こちらの、スウェットパーカーなんですが、カルチャーとの兼ね合いといいますか、深い関わりもあるアーティストでありまして、ビートカルチャーという、カリフォルニアも一つの中心地になったような、ヒッピー文化とかそういったものと同じような思想を持つビートカルチャーといった、そういったものの、一端を担うアーティストにもなっておりまして、例えばですね、サンフランシスコ初の、アウトドアブランドである、うちでもお取り扱いのあるパタゴニアだったり、あとはノースフェイスといったブランドの、T シャツだったり、そういったもののアートワークも手掛けているアーティストになります。はい、トム・キリオンのスウェットパーカーなんですが、今回ですね、2パターンご用意しております。まず1つ目がですね、こちらのヨセミテフォールズというプリントになります。こちらはですね、カリフォルニアのヨセミテ国立公園、世界遺産にも登録されている国立公園、自然公園なんですが、そちらのヨセミテフォールズは、ヨセミテの滝ですねを表現したアートワークになります。はい、続きまして2つ目のプリントですね、こちらはゴールデンゲートブリッジになります。皆さんも一度は目にしたり聞いたことはあるかと思いますが、ゴールデンゲートブリッジ、カリフォルニアの象徴的な橋になります。はい、今着用画像をご覧いただいております。サイズはですね、 M サイズを着用しております。身長体重が165センチの、55キロ、痩せ型で M サイズを着用しております。ちょっとゆったりめで着るイメージの方がいいかなと思います。生地感はですね、コットンポリのボディになっておりまして、厚みは中くらい、普通ぐらいですね、厚くもなく薄くもなく、ちょうど使いやすい厚みかなと思います。裏側がですね、一応肝になっておりますので、真冬でも保温性抜群で、インナーとしてもすごく重宝する素材感かなと思います。はい、スタイリングのところで言いますと、まず最初にご説明した通りですね、独特のタッチのアートワークがプリントされておりますので、1枚で来た時の雰囲気ですね、存在感はそこは抜群なので、1枚で来た時のかっこよさというところはもちろんです。他のプリントのスウェットと違って、独特の雰囲気ですね、ウッドカービングの、ちょっと違った雰囲気を出したい方っていう方にもおすすめのスウェットになっております。
あとはですね、スウェットパーカーといいますとちょっとストリートっぽい、テイストになりがちなので、まあミーツ的にはですね、あえてテーラードジャケットのインナーにしたりとか、あとはちょっとクラシックなコートのインナーにしたり、あとはですね、1枚で着るときとかも中にボタンダウンシャツを入れたりとか、そういったところでちょっとテイストの調和というところを測ってですね、スタイリングを楽しんでいただきたいなと思います。はい、今日ご紹介したのがこちらのトム・キヨンのスウェットパーカーになります。こちらですね、プリントのスウェットパーカー、普通に一見すると普通に見えるかもしれないんですが、こんなプリントあまり見られなくて独特の雰囲気があります。他ではあまり見られないかなと思いますので、ぜひですねチェックしてみてください。これからパーカーすごく重要なキーアイテムになってきますので、この辺のアイテムそろそろ見てみてはいかがでしょうか。今日もありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。